おはようございます、8月ですね、ようやくカツオもお盆休みに、今日から入りました。今日はですね、私一人でございます。カツオくんは今日はちょっとゆっくりしてですね、私一人で、六甲の逆瀬川ルートの純粋なところ、逆瀬川の駅から一軒茶屋まで行ってみたいと思います。今まだ朝6時37分ですけども、動いてないですけども汗が出るぐらい、多分湿度は60から70ぐらいですかね。部屋の中の気温、室温で29度ぐらいありましたので、今日も相当上がるんだろうと思いますが、まあ早朝早いうちに上まで上がって、それからちょっと今日は実家の方にですね戻りますので、そのまま自転車で、神戸の実家の方まで、行きたいと思っております。で、今日DHB の新しいやつがこう届いたんですけど、これかなりいいですね。めちゃめちゃ超薄なので、で今日はちょっとファイントラックのインナーを着てますが、ファイントラックのインナー着ないとちょっと薄でここがちょっと見えてしまう感じなんですが、まあこれ、私の体にはぴったり合ってます。ちなみに身長170センチ、体重57から8ということで、XS を着ております。では、行ってまいりたいと思いますので、今日もどうぞよろしくお願いいたします。中津浜線沿いですね。ここは自動自転車道がありますね。助かります。右側は阪神。競馬場です。家から逆瀬川まで、一番ちょっと楽なルートで、ね、来ました。今日は初めて一人で、ロードバイクに乗るんですが、逆瀬川の駅から一体一軒茶屋まで何分で行けるの。できたら1時間ぐらいで行けたらいいと思ってるんですけどね。早い方は37分、8分。ガチレーサーの YouTuber、マッカーが37分ぐらいだったような気がします。とんでもなく早いんですが、まあ、1時間なんとか切れたら、いいなという思いで行こうと思っております。しかし走ってたらマシですけど、暑いですね。すでに暑いです。ロッコ上に上がったら涼しいことを期待しております。マジで暑いです。セブンイレブンで休憩、まだ8キロぐらいしか走ってないですよ。もうそこが逆瀬川の駅です。ゴールド入れていきましょう。500飲み切っちゃいましたね。で、今日入れてるのこれです。中氷全部入れましたけど全部水に変わってます。はい、ではこっからスタートでしょうか。76分、いきなり信号待ちか。17分スタート。天気は良いですが暑いです。8時16分までにつけたら最高ですね。この辺はどれぐらいのスピードで行くんでしょうね、皆さんね。今私で20キロぐらい出てます。あんまり早く行くと後半しんどいので、これぐらいで経電数70、84。まだ宝塚西港まで行けないんですけど、すでに心拍は173あたりを
前後してます。一番軽いギアで漕いでます。暑い。これはちょっと上まで持つかなっていう感じですね。パイントラックのインナーも暑いっすよ。さあ、束の間の下りですね。ここだけですね、下りは多分。なんとか174ですね。これ以上上げたら絶対ダメです。日差しがきついです。背中が熱いです。ギアをもう一個軽くしたいぐらいの感じなんですか。よし、極めてしんどいです。まだ始まって25分過ぎたかどうかです。あと30分これを登ると思うとゾッとしますね。30分じゃないか、もっとかかった。ただ今このスペシャライズドルーベポンプで何もギアを変えることなく、いわゆるホイールとか何かを軽量化することなくフルノーマルの状態で、気温約30度ぐらい、その中で自分がどれぐらいでいけるのか、ただその位置関係を知りたいだけです。誰かと競っているわけではなく、50歳の今自分がどこまでやれるのか、それを知りたいだけです。心拍181。よし、前半上げすぎたかな。お、かろうじて26度下げですもんね。ございます。暑いっすね。暑いっすよ。心拍187。日差しが出ると暑いっす。多分このまま心拍185ぐらいでいっちゃうのかな。いけるかな。今標高で487、あと370あります。もっとみんな楽々登るんでしょうね。前にもう一人発見しました。あんまり調子に乗って追いついちゃうと後で痛い目に遭いそうなんで、ぼちぼち行きます。おはようございます。190です、心拍。ちょっと調子に乗っちゃいましたね。申し訳ありません。これファイントラックのインナー着なかったらもっと涼しい。
もう一人発見しました。追いつくでしょうか。じゃあ、追いつきます。チコリカチコリ190。ちょっと気持ち涼しいですね。じゃあ、ボーデンの料金所ですね。そろそろ。こっからが暑いかな。1時間無理ですね、多分ね。やっぱ1時間無理っす。あと2分で着くかな。1時間ちょうどぐらいで達成したと思います。1時間、まあちょっとオーバーですかね。ほぼ1時間でした。お疲れ様でした。汗かくだ。よいしょ。下りはご褒美ですね。気持ちがいいです。てか寒い。六甲山頂でちょっと休憩してたら完全に体が冷えてますね。寒いわ。